回です。板橋高校ツーアウトランナー一塁から4番田村をライトフライに、太田桜台高校の西郷が抑えます。1回をゼロに抑えた太田桜台高校、1回の裏でした。このバッティング、ショートゴロ、いいプレーでした。3番宮本のショートゴロで1回は三者凡退に太田桜台高校終わってしまいます。2回の板橋高校の攻撃です。ワンアウトランナー3塁からフォアボールで出塁して盗塁の間に3塁に行って、このサードへのファールフライの間にこの距離でこの位置でタッチアップ、ちょっとまだ雨でぬかるんだという場面もありましたので、そこを逃さずに先制点は板橋高校に入りました。3回板橋高校の打線がつながります。ノーアウト2、3塁からこのバッティング、この打席も木製バットで草野がセンターへのタイムリーヒットで2点目3点目を取ります。さらにチャンスが続いて4番バッター田村のこの変化球を引きつけてうまく引っ張り込んでレフトへのタイムリー、これで4対0と板橋高校がリードを広げます。さらに菊本フォアボール、藤井芝山の連打などもありまして、チャンスが続いている中で8番の浅岡がこの手だ、変化球をうまくライト方向へちょこんと合わせてのタイムリー、これで7点目、7対0と板橋高校が太田桜台高校にリードを広げます。3回の裏、太田桜台高校の攻撃です。ツーアウトランナーなしから1番の神津真奈とちょこんと合わせてレフト前、うまく運んでいきました。レフト前ヒット、菊本のダイブ及ばず、チームこの夏初安打で出塁します。2アウトランナー1塁で2番の高見のこのバッティング、高見も続いてこれランエンドヒットかかっていました。高見京介も続いて2アウトからチャンス拡大、1塁2塁になります。さらにこの後宮本がしっかり選んでフォアボールを取って4番の浜中へとチャンスが回っていきます。変化球引きつけてうまく打ったんですがショートへのフライ、この場面は板橋高校の先発柴山が踏ん張りました。4回にも集中打10得点取って17対0で迎えた4回の裏、唯一の3年生キャプテン、チーム引っ張っていた木村、強振していきましたが空振り三振に倒れます。5回にも1点追加した板橋高校、2アウトランナーなしになってキャプテン唯一の3年生木村が視線を送る中、1番を打つ神津真奈斗がうまく打ったんですがショートへのライナーで試合が終わったというこの第3試合でした。板橋高校が18対0と勝利しています。この番組は鈴木工務店、ルイジェネットワークスジャパン、 CIS レジデンス、磯野運動具店、東洋通信工業、立飛ホールディングス、白ひげファミリー白ひげ在宅診療所、元ウィングスが、他各社の協賛でお送りしています。